豊田徹と広瀬健一はですね、朝原に疑問を抱いて後悔して死んでいったみたいな人たちですけれども、逆にですね、オウム真理教への信仰を貫き通して死んだ人物と思います。新見唐光死刑囚、えーホ、ホーリーレーム見られパ、えー、で、えー、経歴としましては、まあ、ほぼ全ての事件に関わったと、えー、いうことですね。経歴としましては、愛知県に生まれ、愛知県生まれで、えー その風貌から空海というあだ名をつけられ、友人にも恵まれたが、えー、口の、唇の傷があって小柄で安いたことから集中的ないじめに遭っていたと、えー。卒業文集では苦しかったことに耐えてこられた。今の自分には生きる自由がはっきり言ってない。あっても自信がない。生きている資格がないと、うん。ということを言っていたと。で、高校卒業後、えー、高校卒業時に二度の飛び込み自殺を目撃し消費を受ける。 人の性や無常などについて考え始めて、精神世界や宗教に興味を持つようになると。でいろんな宗教に入信。数教も光やアガン衆、えー。そういったものです。えー、要するに、まあ、オカルト少年だったってことですね。でそれから愛知学院大学工学部に進学して、えー、真面目な生徒だったけれども、いろんな、まあ、その、 宗教場所だ、えー、あるいはそのパワースポット巡りとかは続けていたと。で、極真空手とかもやっていた。で、そういう中で、朝原昇高の空中扶養に目が止まって、朝、えー、原昇高に会ったと。で、浅原昇高に惹かれたのは、まあ、自分自身で苦難を乗り越えて修行して、えー、成功したと言ってる人だったからと。で、えー、まあ、その、浅原昇高に会ったことで、すごく神秘体験みたいなことをして、えー、深く消えするようになったと。 会社にいたけど辞めちゃったと。うん、ということで、出家後は朝原昌光の下で相当なその、大無二教の幹部ということになって、えー、いろんな事件に関わっていくと。男性信者殺害事件、坂本弁護士一家殺害事件、えぇ、ー、で、えぇ、骨に熱気ん培養とかね、えぇ、石垣井島のセミナーでの、えぇ、ー、東博とかですね、えー、池田大作サリン襲撃事件、 ね、あるいは、薬剤師臨時殺害事件、ね。そういったさまざまな事件を起こしていくと。で、えー、裁判ではね、このようなことを言っております。えー、取り調べでは、自分と損傷を一緒に日比谷公園で公開処刑してほしい。法廷では、孫子と一緒に断罪されたい。ポアは慈悲による心の救済。 と朝原崇拝とオウムのののををてるここがなく最後までこの事件の正当性を有した私自身は千年王国のために捨て石でも捨て駒でも自覚に至ると決意したのです。つまり、多くの人の喜びのために、多くの人の救済のために、この体、この生命を投げるって順次をと覚悟したのですから、わり。日本シャンバラ化計画が実現させられず申し訳ないと独自の謝罪を行った。日本シャンバラ化計画ってのは、オウム心理教の国家転覆計画。要するに、オウム心理教が王権を、政権を握って、えー、それすれば多くの人が幸せになったのに、 その途中でなし,なし得なくても申し訳ないみたいなね、入う謝罪を行った。食材は死刑となり、来世において心理障害になるとしかないとしたと、うん。で、私にできるおついは、それは死刑になって、捨て身供養をすること、えー。そうしてもう一つは、あ未来際に、えー、未来際ってものかな 来世に、来世にですね、来世に心理障害とない全ての人の苦しみを示させ、絶対的自由、幸福、歓喜を与えるようなことができる菩薩としての修行をすることです。え、うんぬんかんぬんというで。ね、朝原宗氏の再生によって全てが救われますようにと。えー、で、えー、そういったことを言ってたんだけれども、えー、なんで、ああ、 自分の裁判では、たとえこの身が奪われようとも、オウムの精子を残すためとして、事件の要全貌を率直かつ正確に答えたと。だから、麻原将のへの信仰を捨ててなかったんだけれども、もう捕まっちゃったから、オウム心理教の、ねえー、こう内容っていうかをしゃべっとこうと、ちゃんと記録として残しとこうと、それが、えー、大事なんだということで、い、え、ろ、ー、んなことをったんだけれども、麻、えー、原将校にはそれは怒られたみたいなことですね。 で死刑確定後は、いろいろね、えー、なことがあったけれども、えー、すごくね、えー、いい自制の句というかを読んでいます、えー。人は皆、時の定めぬ死刑囚。会って別れて夢と消えゆく。えーまあ、これね、すごく、なんていうか、まあ、確か、確かになと思ってしまうって言ったらあれだけどね、うん。人は皆、時の定めぬ死刑囚なわけですからね。えー、なんか、この人の中ではこれが正しかったんだろうなっていう感じになってしまうよね。 で、人物表。村井と同じぐらい可愛がられてた、日本語のわかるドーベルマン。最も血な甘臭い男、人間的良心の欠片も見出しえず。うん。で、グルへのキーはとても辛いけれども、ワークはどうも、つまり仕事をさせてもあまり役立たないんです。いつも明るい態度で軽々しく振る舞い、部下たちを安心させて動かして多くの被害者を出した。これらのことを全く意に返さないというで、ミニ浅原昇降と言うべきだ。 彼は見た自分から見た彼は高青年で事件とかけ離れた印象でしかない。まあ、いろんな面がありますよね、本当にね。うん、新井は普段は気さくで明るい男でしたが、ノリの軽さがあった。そのノリの延長でスイッチを切り替えることなく、強行に及べる面ような一面を持っていました。だからこそ朝原は彼を重用したのでしょう。朝原に対する絶対的忠誠心を抱いており、殺人の死骸でもねっとり悩むことのない男でした。うん、純粋なる下僕とかね、そういうことになっています。うん 担当教授、いい子素晴らしい学生。表記で明るく営業向きの性格だったと、うん。そういったことを言われているわけですね。まあそういうこともな、オウム人理教事件の死刑囚として亡くなったということですね。